鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されているタンコロリンのブロンズ像。柿の木タンタンコロリンは、宮城県仙台市に伝わる柿の木の妖怪。老いた柿の木が化けた妖怪で、柿の実を取らずに放置しておくと現れるという。姿は、僧侶のような姿で、柿の精霊の化身という説もある。ある言い伝えでは、たくさんの実がなった。 柿の木のある家から夕暮れ時に、タンタンコロリンが現れ、服のたもの中に柿の実を大量に入れて、町の中を歩きつつ、柿の種をまき散らすために実をポトポトと落としていき、町を一回りした末に、元の家の前で姿を消したという。現在の妖怪関連の文献の多くでは、タンコロリンの名で紹介されているが、青森県で聞き分けのない子供を、 タンコロリンが来るぞと言って叱ったことの近藤との説があり、水木しげるが実著の中で柿の木の妖怪の方をタンコロリンの名で紹介したことから、後世の書籍類でも同様にタンコロリンの名が広まったとも言われる。タンタンコロリンと同様、宮城には柿が人間に化けるという話がよくある。ある民話では以下のように語られている。ある寺の小僧のもとに、 男がやってきて自分の糞をすり鉢で吸って食べろと言った。小僧は嫌がったが男が怒るので仕方なく食べるととても美味しい柿の味がした。不思議に思った小僧が寺の和尚に訳を話し共に男を探し出して後をつけた。男は山奥へ入って行って姿を消しそこには大きな柿抜きがあって身がたくさん落ちていた。和尚は きっとこの柿の実が化けたのだろうと、柿の実を拾い集めて持って帰ったところ、男は現れなくなったという。また、宮城県栗原郡には、柿の生徒大師以下のような民話がある。ある屋敷に仕える女が庭に実る柿を見て何とか食べたいと思っていたところ、夜中に真っ赤な顔の大男が現れ、尻をほじって舐めろという。 言われるままにその男の尻をほじって舐めたところ、甘い柿の味がした。翌朝に柿の木を見ると、その実にはえぐり取った跡があったという。佐々木禅の著書、長児草子》にも柿男と題して、同様の話がある。ありがとうございます。